ローガンラガンズの原宿メモリアル。で、はい、次のコーナーは、はい、新コーナーですね。やっぱりこれも新コーナー、違う、タイトルがついたんですね。タイトルがついたんですね、うん、前回と前々回もやった、まあ、ね、良い何々、普通の何々、うん、悪い何々、はい、いわゆる三段落ち、うん、でも3つも三段落ちコーナーっていうのもちょっと味気ないので、うん、新しいタイトルを決めました。お、ね、名付けて、はい、ホップステップキャンプ。違います、ホップステップキャンプ。違いますよ、ホップステップステンコロリン。ああ、正解ですね。ホップステップステンコロリン、やったやったやった。なかなか洒落てるでしょ、うん、かっこいい、うん、で、はい、今日はじゃあまずですね、はい、良い携帯電話、良い携帯電話、普通の携帯電話、普通の携帯電話、悪い携帯電話、おー、この3部作でいきたいなと。なるほど、はい、じゃあ良い携帯電話、どういう携帯電話、良い携帯電話は、テレビが見れるとかね。ああ、そうで、ワンセグね、ワンセグが見れるとかね、はいはい、あとはお財布携帯とかね、お財布携帯とかね、うん、便利ですね、うん、あとネットがサクサク見れるとかね。ああ、いいですね、うん、あとメールを口で言っただけで書いてくれるみたいなね。あ、そこまで言っちゃう。お、勝手に電話かけてくれるとかね。ああ、ある意味ちょっと怖いですけどね、うん、普通の携帯電話は、まあ普通に通話ができて、うん、絵文字が使えてメールができて、うんうん、まあ本当に今皆さんお持ちのような普通ですね。普通の携帯電話、ね、はい、はい、じゃあ悪い携帯電話、悪い携帯電話はですね、黒電話、黒電話あの昔ながら、そうそうそう、それはもう今使ってる人いませんからね。それを持ち歩くんです。あ、持ち歩く、うん、カバンからそそそ出してね、ドゥルルドゥルルドゥルルってね。で、線はどこに繋がってるんですか。線はだからその自分が行動する範囲、これでも何キロとか何十キロとかあるじゃないですか、うん、その分の線は買わなくちゃいけないんですよ。ああ、はい、うん、面白いですね。いやー、相変わらず落ちない。いや、でも結構面白いかなと思ったね。そうか、そうか、よかったよかった。でもやっぱ大爆笑、やったやった、ついについに、ね、私にも春が来た、面白かったって方はぜひコメントをいただけたらと思います。誰もしないのノーバディかもしれません。ノーバディ。そうですね。はい。ではもう一個いきますか。ちなみに私の悪い携帯電話はね。はいはい、なんかあるんですか。はい、届いた命令が全部文字化けするんだよ。あ、読めない。そう、毎回読めない。毎回読めない。あと毎日2時4時になると、そのキャリアからね、うん、いたずら電話かかってくるんですよ。ヤフーだけじゃなくて、ドコモだったらドコモからそうですよね。ソフトバンクでしょ、はい、野川様、今日も電話ありませんでしたね。電話が毎日かかってくると、まずもう腹が立ちますね。電話のキーがね、数字のキーが全部4なのね。4シシ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 。そんな俺は悪い携帯で使えない電話ですね、本当にね。はい、からそれでは次のネタは、良い家電量販店、良い家電量販店、普通の家電量販店、悪い家電量販店、うん、良い家電量販店は、うん、もう品揃えがもうすごくてですね、安い、もういいね、うん、ポイントも 100% くれるっていう。 100%? すごいね。 100% 何に対して 100% か分かんないけど、3万円の買い物したら3万円分のポイントくれる、うん、すごいね。あれただってことなんですよ。それは本当素晴らしい、素晴らしい。から普通の家電量販店はポイント 10%、 20% ぐらいで、なるほど、値引き交渉に応じてくれる。ああ、そうね、うん、うんうん、まあでもそれはいい、いいっちゃいいわけですよね。まあでもある意味家電量販店のマニュアルじゃないですか。マニュアル、うん、で、悪い家電量販店はなぜか、うん、お菓子が売っている。お菓子が売っている。お菓子しか売ってない。お菓子しか売ってないんだな。1回キャンディー売り場で、2回チョコレート売り場で、3回スナック菓子売り場なんです。家電量販店なの、はい、なそれの名前はなんとかカメラみたいなね。ああ、なるほどね、うん、これ空白は。こういうのはどうですか、はい、売られている例えば
冷蔵庫とかさ、はい、あの洗濯機とかさ、うん、そういうところの冷蔵庫の中とかに、うん、もうおやつがいっぱい入ってる。おお、いいですね。洗濯機の中もおやつが入ってる。そう、全然悪くないじゃないですか。あ、そうか、そう、うん、悪くないね、うん、でもそれ食べるとお腹壊すとかね。まあいやいや、まあ、まあ、店員がこういろいろ説明しようとすると、うん、必ずしゃっくりをするんですよね。私この間自分のラジオでちょっとしゃっくり止まらなくなっちゃいまして大変でした。あら、ネグさんいかがでした、それは。あと売られてる洗濯機は全部二層式なのね。今どきみたいな。まあレトロですよね。素敵素敵。なんか店員がさ、こう近寄っていろいろ説明して買わない時あるじゃん。はいはいはい。そういう時にチッて下打ちするかもね。悪い量販店はね、誰も行かなくなりますね。ありがとうございました。あの店員、男の店員が全員ビキニブリーフとかね、うん、ああ嫌ですね。そしたら普通なんです。ああ、なるほどね、うん、めっちゃすね毛とか見えちゃうね。はい、では、はい、なんかネタありますか。あ、はい、じゃあ老眼ラガンズの原宿メモリアル。